Entry number two, from the USA, Chevrolet Corvette. 目を閉じていても分かるこのエキゾーストサウンド。この車でしか満たせない夢がある。アメリカンスピリッツ、コルベット。これ駆け抜ける喜びないんじゃないの？アメ車でしょ？アメ車。何これ？デザイン？これ豆電球何これ？これはですね、これあのお年寄りにも優しい豆電球。お前の言ってる意味が分からないこれ豆電球。何なのこれ？いやまあデザイン見てください、デザインね、こうとこの。デザインは屋根がこう取れちゃう、これ取れて、トランクにすっぽり入っちゃう。え、これ手で取るの？手で取るんです、はい。とりあえずですね、今みんな電動だよ、屋根は、ね、エンジン見てください、エンジン、ちょっと違うんですから、この V8 は。おお、フロントミッドシップだ。ほら、ちょっとこうレーシーでしょ、かっこいいね。昔のアメ車とはちょっと違うんですよ、もう。でももう室内目いっぱいギリギリまでエンジンを持ってきて、ミッションはトランスアクスルね、後ろについてるんです、これミッション。知ってます？そういうレーシングカー乗ったことないでしょ、土屋さん。ないね、ない。今のレーシングカーみんなね、エンジン前に乗っててもミッションは後ろに乗ってるんですよ。はあ。で、この重量バランスをしっかりと GT 選手権みたいな、そういうことです。 How does the high-powered FR Monster feel? Tsuchiya goes out for the impression. グニャングニャンって感じ、どっちかっていうとね。ドラゴンの引き方がね、ちょっと変なんだけど。 This car is equipped with a double wishbone suspension. It should be a great setup to feel driving pleasure. ABS は信頼できる、これ。ちょっとフロントのグリップが足りないかなっていう感じはするけれどもね。In terms of power to weight ratio, the Corvette easily surpasses the S2000.全開で走る、一歩手前で気持ちよく走ってくれっていう感じ。さすがアメ車。Perhaps this car looks better on beaches rather than the winding roads. どっちかっていうと駆け抜ける喜びというよりは、デンジャラス。まあね、どっちかっていうと。そのリズミカルな 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 だね。 あ、うん、あ、でもリズミカル 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 みたいな。ちょっとそれはあの日本でいう演歌っぽいところ。あ、歌で言うとね、車の動きは演歌ですね、はい、車の重さみたいなやっぱり当然ありますね。でも重いからフロントが逃げそうになるって、その逃げるの嫌だからアクセル入れてって言うと小林亜希が出てきます。小林幸子ですね。小林幸子は昔のね、あなたですね。そのくらい頭がパニックになるぐらいですね。この車のいいところはやっぱこうアメリカン V8、うん、ね、で直線を楽しむ、こういう感じでしょうかね。まあ一応あるコースとしてね、一応あんまあってもいいかなとね、はいはいはい、次ね、はいはい。